はい、皆さんこんにちは。カタリルームのカタリです。今から始めるドラクエ10、続きをやっていきたいと思います。本日はタイトル通り福引きをやっていきたいと思います。でね、福引きがですね、最近どういうわけか集まらないんですね。プレイスタイルが変わったからかな。で、の割にはスペシャル福引き券がね、皆様からたくさん送られてきまして、まあ今100枚持ってきたんですけど、まあほぼほぼ全部です、これで。まああとまだちょっとあるんですけど、ほぼ全部だと思っていいですね。で、これをねちょっと回しちゃおうかなと。10連福引きを10回やっちゃおうかなと思ってます。さあどうでしょうか。まあスペシャルなんでね、どこでやっても一緒なんですけど、まあアサギちゃんがいいので、アサギちゃんのとこに行きました。こんにちは、ユンくん。いらない。ということでね、やってみましょうか。アサギちゃん、ドアップ。目は紫、髪の毛もちょっと紫かな。丁寧な立ち方をいつもしております。アサギちゃん、いつもよろしく。今回もよろしくよ。例の件よろしく。ということでね、じゃあ行きましょう。アサギちゃんにスペシャル福引き。あ、そうだ、なんか預けてんだよね、確かね。先にそれをもらいましょう。全然違っちゃったけど、まずですね、元気チャージをこれ1個もらっておきます。小元気玉も2つぐらいもらっとこうかな。一応ね、ほら、アサギちゃんにそれなりにサービスしておかないとですね、ここ大事だからね。いきなり福引きだけやって帰るとかね、そういう泥棒みたいなことはいけません。アサギちゃんにちゃんとサービスをして、アサギちゃんにもねメリットがあるようにしてあげないと、そりゃあね、どんなに貢いだって、あ、いやいやいや、貢いでないけど、まあね、どんなにこうあれしたって、あれってなんだろう、あれしたって、アサギちゃんだってほらね、いろいろ都合ってものがありますからね。これこの前のクエの経験値ですね。さて、ということで福引きをねやっていきましょう。これでアサギちゃんもね、気持ちが落ち着きました。にこやかになっております。全然表情が違いますね、やっぱりね。こういう状態で福引きをしてあげないと当たらないですよ。当たらないということでね、いきますよ。で、まあ、100枚あるので、10連福引きをねちょっとやっていきたいなと思います。で、まあ当てたいのは、実は小瓶が欲しい。なぜかっていうと、錬金するのにね、なんだっけ、なんかちょっと回復の魔法の水みたいな錬金するのに小瓶をいっぱい使うので、実はね聖水もいらないから小瓶が欲しいっていうのが実際のところです。なので今回はね、小瓶はね売りませんよ、売らないよ、全部自分で使います。で、他に何が欲しいかっていうと、ゴールデントーテムゴールデントーテム当たったら、あれですね、まあ、バラスさんの家はこの前アジトに帰ったばかりなので、弟分のもう一個のキャラ、久々に名前出しますけど、ヒロノさん宅、今M サイズの家に住んでいるんですけども、あれを、ゴールデントーテムが当たったら S サイズにしてゴールデントーテムにしようかなと。そして新たなヒロノの旅が始まるかも。かも。ゴールデントーテム当たればね、ちょっと考えたいなと思います。あとはまあ、何でもいいかな。とりあえず小瓶。
ちょっと今回はね、小瓶を集めに来ました。だけど、アサギちゃんにはいろいろと、してるので、ちゃんとしてくると思いますけども、やってますよ。じゃあ充電回しましょう。おお、大したことないか。コインかカード1個当たりましたね。コインかカードってなんだっけ。あ、これか、これか、これか。どうしようかな。バズズ、アトラス、とりあえずバズズ、まあ上からもらっとこうか。どうせ他でも当たるでしょうからね。上から行きましょう。よし、じゃあ続けていきますよ。まあスペシャル福引きなんでね、本当は普通の福引きがね欲しいんですけど、まあもう分かってますね。アサギちゃん、小瓶が欲しいといえば小瓶。まあそうです、当たり前です。小瓶が欲しいって言ってるんだから、お客様が小瓶が欲しいといえば小瓶を奉仕するのが案内係のお仕事です。で、どうしようかな。オーブ、強モードボスからオーブゲット確定。あ、使うと1時間確定なのこれ。これすごくない？なんかオーブ確定って。あ、これもらおう。ね、小瓶来ました。今回は皆様にお売りしませんよ。じゃあもう一回ね行きましょう。まあ、うさぎちゃんもね、まずお客様が欲しいといったもので喜ばせると、そこ大事ですからね。そこ大事です。フンまでくれましたよ。フンまでくれたって何なのかなって感じですけど、じゃあまあバズズをね1個、それから、ベリアル1個ね、それから神々はあれだからドラゴンガイアかな。だいたいチーム系で来るのはこんなもんですかね。でもう1個余っちゃったから、まあキャッツだったらお金になるかな。今日の方が高いのかな。まあ今日キャッツをコインだから売れると思うんですけどね。フンはまあとりあえず牛のフンもらえますかね。え、全部受け取れないってマジですか。え、アサギちゃんこれ何？すべての商品が受け取れない場合どうしたらいいんでしょうか。マジですか。その場合はどうしたらいいの。あ、残りの商品は旅のコンシェルジュでお預かりなのね。よしよしよし、じゃあこのまま続けましょう。一回開けてこないか、来ないといけないかと思いました。ただしお預かり商品すべて受け取らないと一切の福引きはできない。あれ、もしかしてもうできないのかな福引き。はい、ということですね。じゃあちょっとね、予想外だったな。まさかカットするようになるとは思わなかった。ちょっとね、あれですよ。整理してきます。アサギちゃんも元のお仕事に戻っちゃった。ちょっと整理してきます。はい、それではですね、開けてきました。家をね、建て替えて、いろいろ家の色とかね、外観を変えるので、いろいろ持ってたんですね、道具をね。なんだかんだで持ちすぎておりましたです。なので、いっぱいになっちゃったんですね。なんでいっぱいになっちゃったかなと思って。で、ちょっとアサギちゃんを、
間空いちゃったんでね、ちょっとびっくりさせつつ、びっくり。おお、びっくりしたかな。ちょっとびっくりさせつつ、ここを一枠開けてですね。さきちゃん、びっくり。全然動じないぞ。さきちゃん、びっくり。あ、わかった。もっと近くでやればいいんだ。さあ、ラスト。あさぎちゃん、びっくり。全く動じません。優秀ですね。こんなに仕事熱心な女の子は見たことないよ。ということでね、ちょっと、福引きの続きをやっていきたいと思います。福引きをする。まず、ベリアル1個ね、取りましょう。さてと、あと7回ですね。あと7回できます。じゃあ、サギちゃん、よろしく頼むよ。じゃあ、行ってみましょう。さあ、どうかな。うわー。相変わらず小瓶。またなんかすぐいっぱいになっちゃいそうだな、小瓶だと。コインかカード。じゃあ、今度は普通のキャッツにするか。よし。あと6回ね。さて、何が出るかな。オレンジが2つ。コインかカードばっかだな。さきちゃんも5等はいいわ。まあ、これも取るか。じゃあ、あとバラモスとキングヒドラくらいしかないじゃん。バラモス強だからな。よし、残り半分。ようやく半分ですね。まあ、動画的にはそんなに 間がね、切っちゃってるんで大したことないと思うんですけど、私的には中身を捨ててくるのに、処分っていうかね、いろいろ開けてくるのに結構時間かけましたからね。ようやくなんですけど。さて、そろそろ小瓶はいいんじゃないかな。あさぎちゃん、本気出してよ。おしこ。お、ちょっと良くなった。っていうか、こうカードばっかじゃないか。どうしよう。コインかカード、どうしたらいいですか。白いカードの切れ端って売れんのかな、これ。売れないよね、多分。まあ、1個とりあえず持って、もう全部1個ずつ持ったよね、これ。じゃあ、キャッツのこれ、コインを売ることを考えて、強キャッツとこれでいいでしょう。コインばっかだとさ、またいっぱいになっちゃうよ。あと3回。おっしゃ、どんどんいっちゃいましょう、もう。どうしよう。どうしよう。お好きな香水。あ、これまたオーブな香水とのオーブな香水。どうしよう、これ。まだ余裕あるかな。よし、残り2回。まあ、ゴールデントーテムね、来ることを。マジかよ。まさかの。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。まさかの まさかの もう一回行ってこいと。ちょっとどうしよう。なんか、どうしよう。ちょっと、もうね、道具がね、いっぱいなんですよ。ここだけじゃなくて、いろんなところが。
いろんなところがね、いっぱいなんです。どうしよう。とりあえずこのまま行こうこのまま切らずに行こうという、このね、もうね、全部いっぱいなんですよ。どうしようかな。ほら、全部いっぱいで、どれか入れられんじゃないかな。超宝の種があるか。これ多分ここに入るんじゃないかな。あと追加で何か入んない？この辺のオーブとか。お、釘が入る。釘が入るとは思わなかった。お、結構入りましたね。お、こんなもんまで入った。入んないですね。あとなんかさ、ゴールドストーンとか入んないか。まあちょっと空いたんで、これで頑張ってみますか。カードが出るとね、すぐいっぱいになっちゃうよね。どうしようかな、あのいっぱいなの。とりあえず売りまくるか。おし、あさきちゃん大丈夫？こんなに間空けちゃったけど。あーわ、ちょっと機嫌悪いな。この顔はちょっと機嫌を損ねてますね。あんた何やってんのって。福引きやりに来るのに持ち物開けないで来てどうすんのっていう、そういう顔でした。あと2回なんだけど、ちょっと機嫌損ねちゃって今日はちょっとダメかも。オレンジまた来たぞ。さあどうする。バラモス鏡をねちょっと取りましょう。メタルな魔物ってこれあんまりね。まあちょっとメタルも取ってもいいか。さてラストですよ、ラスト。あさきちゃんごめんね、今回頑張ってよ。ラストどうしよう、これ頼むわ。これゴールデントーテム来たら笑っちゃうけど。素晴らしい。最後まで小瓶にね、欲しいといったものをいただきました。さてどうしようかな。切れ端で何か使えるかな。はい、ということでですね、これ妖精の霊薬、これを作るために、まあ錬金で作るのにね、小瓶が欲しかったわけですよ。まあ、1回に99個確か必要なのかな。だから、まあもらえたのはいいんですけどね、小瓶がねたくさん手に入ったのは嬉しいです。なんだけどもこっちのカードがいっぱいになっちゃったのどうしようかな。でメタル迷宮はね、動画にすると引っかかっちゃうことがあるんですよ。ブロックされちゃうんだよね。全世界でブロックされましたみたいに、ね、出てきちゃってあれみたいな。なぜメタル迷宮ダメなのっていう、通らないことが多いんですね。なのでメタル迷宮は封印します。今後動画に出ることはありません、残念ながらね。なのでちょっとこの辺をね、普通のカードにできるのかな。
できればちょっとサポで行ってみてもいいかなと思って撮ってみました。まあ次回そういうのになるかどうかはちょっとわかんないんですけど、そういうのやってみようかなと。せっかくこの辺も撮れてるんでね。白いカードの切れ端ってどんな魔物？違うよな、これ魔物じゃないと思うんだよな。ということでね、素材がいっぱいになりすぎちゃったんで、どうしよう。とりあえず売るか。という動画でした。でね、福引券ね、もうありません。ノーマルの福引券もね、今あんま持ってないんですよね。だから、福引動画もね、しばらくで撮れないかもしれないです。どうやって前、福引券いっぱい貯めてましたっけね。なんかいっぱいあったんですけどね。携帯で毎日、2枚ずつかな。でも2枚ずつだよね。無料で福引きできるんですよね。それで結構いろいろ当たっているんですけど、でもそれで福引き券ね、通常の福引き券使っちゃってるんですけどね。でも1日2枚だからな。まあそれでも結構使っちゃうかな。まあいいや。ということでね、今回ね、アサギちゃんは、最初のお約束に忠実に、魔法の小瓶をたくさんいただきました。はい、で途中ちょっとね、いろいろあって期限損ねちゃったのがね、ゴールデントーテム取れなかった理由かなと。ということで、ヒロノさんのね、ゴールデントーテムを得ての、サブキャラでの新しい冒険はお預けということになりました。なんだそれ。はい、ということでね、最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。